どうもおはようございます。小吉でございます。なんともすがすがしい朝でございます。今日はあのですね、皆さんからコメントをいただいてるんですけれども、なんかちょっと返信できない、なんか返信しようと思ってもなんか返信するあの項目がなかったりしてですね、返信できない時があるんで、ご了承ください。できる限り全員にしたいんですけれども、なかなかですね、僕はこうパソコン持ってなかったりですね、あのまあこういうのに疎い40の独身の、バスイチのおっさんなんで、分かるってなったりするんで、今回はですねクロスボウをですねどっから買ったんかっていう、コメントが来ましたので、ちょっとご紹介したいと思います。いいねクロスボウ、将来有能なセコサの持ち主ださあ、じゃあそのクロスボウを見てみるか。まずはですねこの装備ですね。でここで、自分のなんかこう武器あるじゃないですか、まあそれを選択していただいて、こういう画面になるんですけど、このクロスボウね、確かに分かりづらいんです。これなんですけど、こうやって見んと分からんっていうそう、僕も初めて最初こう真横なんで、あ、ただの銃なんかなと思ったら、あの こうやって見たら、あ、なるほどねと、これ弓だわと思って、僕はあの実はこう爆弾の弓とは思わなかったんですよね。あ、弓がある、弓で戦おうと思って買ってみたら爆弾だったっていうんですでもね、このあのなんていうんですか、このクロスボウちょっと気をつけた方がいいのが、僕最近なんで使ってないかって言ったら、あの自動射撃ってあるじゃないですか。自動射撃だと撃つまでにものすごい時間かかるんですよね。これだけってあの普通に自動射撃を切るじゃないですか。そしたら普通の武器が今度は反応遅くなるんで、僕最近ちょっと使いづらいんで使ってないんですけど、もしあのいや僕は、自分でタップして撃ちますっていう方にはあのせこくなるんだったら超おすすめかもしれないですね。ということでですね、クロスボウはここにありますので、いや、あの、もし分からなかった人がいたら、ここで購入を考えてみていただいたらどうでしょうか。はい、すいません。今回プレイ動画じゃなく、クロスボウ紹介動画でございました。ありがとうございます。さあ、せこい勇者たち、待っているぜ。いや、あんまりせこくなられたら俺が勝てねえな。ですね。ありがとうございます。